わっさっ、やってまるです。はい、ということで今日はですね、スプラウトのハイパーチャージ使っていこうと思うんですけど、ミコが多いんじゃん、もうクソサルが。はい、ということでハイパーチャージね、スタードロップが出てしまったんですよ、実は。で、動画に残そうとしたんだけど、ハイパーチャージが出てきたの忘れてて、普通に録画してなかった。なので一応無料で手に入っているっていう状況ではありますが、まあ、このスプラトゥーみたいな感じで言っちゃった。スプラトゥーの、ハイパーチャージはね、ちょっと弱いみたいな感じで今言われてますよね。はい。なんですけども、まあ、こいつのね、ちょっと強さを見せていこうかなと思います。まあ、今んとこ僕もあんまりちょっとよくわかってないんですけど、そもそもね、ハイパーチャージが、まあ、11発で本来溜まるんですけど、今ウルトが溜まりやすいギアつけてて、それ使うとね、1発減るんかな？はい、確か1発減るんだった気がします。はい、でウルトも本当は5発で溜まるんだけど、4発でウルトが溜まるようになるってことでね、結構お得なので、そっちのギアはねつけてみるといいかもしれません。まあ、33は結構そっちのギアじゃない方をつけるときとか、シールドだったりとかねあるんですけど、こんなこうやってやっちゃってね、なんかちょっとちょっと残っちゃった。やばい、これ終わるぞ。これスプラウト、もうそもそも環境的に弱い。リオのこのマップとか特に全然当たんないし、これはでもやってくれる。配置貯めて、配置はたまらない。ほい、お、来た来た来た。でさらにこうやってやって、おお、なんか、え、見て、ダメージ入ってる。え、ちょっと強くなかった今。おお、マイガー、なんかめっちゃ、おーマイガー、おーマイガー、ちょっと強いかもしんない。え、どうぞ。はい、ということで2試合目やっていきたいと思っております。さあ、バーリーじゃないよ、ステューだった。いや、バーリー強化されたからさ、使う人結構いるかなと思ったんだけど、未だに見ないっていうね。バトロイどうなんだろうね、バトロイだと微妙なんかな。さあ、俺は壊すってよりかは一旦こいつらをいじめたいね。コズメ、そこはコズメだろ、研磨じゃねえの、絶対倒す。お、オッケー、溜まった。さあ、配置溜まったんで、これはおーっと、やっていく。なんかわかんない、連打しちゃったけど俺。残ってる。残ってますやん。今ちょっとテンパってさ、めっちゃ連打しちゃって俺。はい、あなたは来させないよ。おっと、あれどこだ、そっちか。 OK、 まあいいんちゃう。へい、ということでやっていきたいと思います。さあ、ぼちぼちかな。さっきのよりは全然戦いやすいキャラクターではあるけど、ダグ発見したな。ちょい強くなったダグ発見したな。いや、ちょいっていうか結構強いらしいからね。やめ、これ終わるわこれ。やぶねー。てかこのウルトの使い方絶対違うよね。ガチャ危ないじゃん。逃がさぬぞ。はーい、シェリーさんはあっち行き、一旦ちょっと待って。でもあいつやりたい。オッケーオッケー、ナイスナイス。で、溜めたい、ウルト溜めたい。いやー、これエドが、おーい、おっちゅー。ハイチャ使ってたらちょっとやばいなと思ったけど、ハイチャ使ってダメージいいんじゃない。そこあった、ダメージ入ってるよ。ほらダメージ入ってます。え、見た今。え、今さ、やっぱ残ってたからさ、壁消してもあれでさ、え、ちょっとあ、えオッケー。え、なんかあれでさ倒してたよね、やば。はい、ということでエメラルドハントをやっていきたいと思います。さあ、帰ってきたエメハンアンダーマイン。このねマップめっちゃ好きだったんですけど、ちょっとモーティスいるから嫌いっすね。うん、一旦これで倒さして。いけない、これいけないかな俺。無理だる、キモ。おーい、こいつ。まあ俺大人なんでもう反応するのやめますよ。これは一旦真ん中から行っても、俺死んでもいいから一旦サイド上がらせた方がいいんで、これ。あ、やべ終わった。ちょ、結構これさ、欠陥的じゃない？スプラウトが環境的にちょっと渋いっていうのが
ダメじゃないですか。いやこれあるぞ。ねえよ、ねえよ、こんなんねえよ。やめろよ、やめろよ。はい、ということでちょっと野良でやることになりました。一人の人がいなくなってしまったんだ。あれ、あ、まだ同キャラマッチの治ってないんだ。うわーすごい、これ俺がもうしゃぶられるやん、こんなん。でもどうにかなりそうではあるな。いけ、削ってんやから俺、私削ってますって。いや、あるよ、これが敗者よ。ステータス上がってますよ、私。オッケー、倒した倒した。逃げて逃げてくれ。はい、ということで、あの敗者でステータス上がってるから意外となんかいけたわ。おいー、オッケー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 、悪くない悪くない悪くないよ。めっちゃボコボコだったけど最初。はい、ということでさっきめちゃくちゃスプラートの敗者で逆転したんですけど、にしてもよ、環境的にこのキャラクターが弱すぎて、あの強くないですね、正直言ってしまうと。ねえ、もまあパワーリーグ、あれパワーリーグなくなったんか、ガチマッチは多分そんなに弱くない、むしろ使える場面が多いと思うんだけどね、バンとかあるからね。上行ってくれ、上行ってくれ、オッケーオッケー、上行った上行った、もう投げまくりナイス、いいモティスや。まあ、このリコに対しては俺がバンバン刺せるんで刺していきたいんですけど、でここで使うか。いや、こういうね人たちが来るんだったらさ、キャラクター的にもスプラウトかなり強いんだけど、ミコとキッドとかなんかそこら辺が多すぎて、あ、バズとか多分流行るじゃないですか、これからまた。そうなるとちょっとね弱いなってなるよね。さあ溜まったんで、ちょそろそろ配置使って、これね、マジ、ウルト、あんまり意味ない。ただ、残るけど。うん。残るけどって感じやな。うん。まあ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 、こういうやつらが来ると、すごい、戦いやすいですよね。はい。さあ、ということで、ノックアウトやってきました。ノックアウトはね、多分結構使えるんじゃないかなって、個人的には思っているところなんですけども、さあ、何ブロック、これ、左行くか。なんか、右、強いかなと思ったけど、多分、左の方が、やべえやべえやべえ、あ、終わった、 What the fuck、 終わった fuck、 終わった fuck、 嘘でしょ、嘘やん。もう行くわ、じゃあ俺そっち、俺がこっち行けば意外と平和なんじゃないかな。ここで使って上がるわ、上がるわ、上がるわ。これ置いて、いや悪くない悪くない、ガチで。あ、でもこれ、ね、沈んではね、やんないと。ここで倒さないと俺ら負けになるから。で、ナーニはね、ウルト、多分ウルト返しできるから。よーしよしよし。オッケーオッケーオッケー。で、ウルト溜まってるから、使うか。もう使って上がっちゃおう。右から行くわ。せーの、はい。Nope。あ、そういうパターンね。いや、でもまあ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 。あ、これ、ここに使っちゃうか。壁広くして、壁広し。オッケー、でかい。まあ、絶対来ると思ったよ。はい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 。よし、さあガードも上がってるんで、あそこは耐えられると。うん、ごめんなさい、全然今悪かった。でも勝っていく。これこれいい。さあ2回目。お、こっちの方がいいね。壁壊すやつがザベスしかいない。きちゃあ。そっちにマンディがいるね。うわ、めっちゃ上がってくるやん。おいおいおい。油断禁物。油断禁物、雨あられみたいな。知らんけど。おい、近距離で、近距離で、オッケー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 、これで上がるわ。普通にさ強いと思うんだよね、なんか貫通使ってきた今で。ここ使うじゃん次。お前待って、消えてない。 What the fuck What the fuck What What the fuck、 手前、いやー、でこれで、おっしゃ、どうよどうよみんな。はい、ということでついに、誰もいなくなりました。僕僕一人になってしまいました。はい、ということでノックアウト
野良で行きたいと思います。ハイパーチャージが欲しい。消えてる？キットどこ？あ、来た来た。溜めてたのか、キットビビ。これちょっと強いな、キットビビ。これはちょっとしょうがないっすね。ほいほいほい。やけ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 。いいやん。さあこれで吐いちゃためて、キットビビもお疲れですね。よし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 、吐いちゃでいくぞ。しかもさ、使ってよね、あいつ。これ倒せるんじゃない俺。オッケー倒す。下行こう下行こう一旦。終わったー。うわー強い。いけいけ、連打連打連打。ジョーン。オッケー。いやもうなんだよね。うわー。いやこいつはまだハイパーチャージがあるからいけますわ。これはおっす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 。やる、使い使い。オッケー。よっ、かかったかった。よっしゃーナイスイエーイ。はい、ということで、今日はスプラウトの使ってたんですけども、まああの環境的にちょっと弱いところがあるけど、まあ、ノックアウトとかは結構強いなと思ったんで、よかったら使ってみてください。では終わりましょう。皆さんそれではまた、バイ。